はい、続きまして西日本男子プロツアー最終戦ですね、はい、決勝ですね、こちら、はい、川端プロと大橋プロの一戦です、はい、川端プロ久しぶりのような感じですね。そうですね、ファイナル疲れるのも久しぶりに、ね、ビデオで拝見しますね。そうですね、はい、大橋プロもやっぱ安定してますよね。毎年あの選手権で残ってますね。ねえ。純選手の大橋票っていうのはどういう感じなんですか。試合では当たってないですか。いや当たりましたね。当たりました。はい、アジア大会の選考会の。はい、あ選考会で。はい、最後に。最終だったんですか。最終でした、はい、でどうだったんですか。で最初僕が走って、はいはい、代表なるかなと思ったんですけどもうブチブチでしたね。おブチブチ返されまして、ブチ返されて、ブチ返されまして、うん、やられまして、まあ、それが縁というかあれですけど、うん、まあ、結構それでよく喋るようになって。あ、そうなんですか。で名人になったと後も、試合の会場で一緒になったらこうおめでとうって握手してもらって、あ、そうですか。大橋清隆が認める男を私たちですねじゃあ、で、あと普通にサラリーマンなんですよね、大橋プロというの。そうですね、会社の経営にね携わってられるっていう噂を聞いたことありますけども、それでこういう、トッププロでですよね、経営しますね、はい、点の数でももうとんでもない数持ってはるっていう噂を聞いたことあるんですけどね、まあ、ご本人には確認してないんですけど、そんな感じはしますよね。あ、そうですか。なんか、はい、うん、どうにでもできるっていう感じが見てて、あ、そうなんですか、はい、試合の雰囲気をこう自分のものにしてしまうみたいな、はい、そんな感じがありますよね、うん、はい、でも渡辺選手もそういう雰囲気でついてましたよ。そうなんですか、はい、そうなんですか、うん、まあ、上級者の方はね多分皆さんそういうオーラみたいなものをお持ちなんでしょうね。あ、ですかね、うん、と思いますね、まあ、特に大橋さんは感じますね、僕は、はい、痛いミスでしたね今のはね。でもやっぱアマチュアだと今みたいになると、はい、まずこうセーフティーとか
難しい球にしようとか、はい、攻めるというよりみんなそっち考えるんですけど、やっぱさっきの高橋プロもそうでしたけど、やっぱ攻めてます。まあ、やっぱりその辺を入れ切らないと勝っていけないんでしょうね。だと思いますね。そうなんでしょうね。そういうのをこう体で多分染みついたものを皆さんお持ちなんでしょうね、その結果出されるプロっていうのは、やっぱ使わせない方が強いですもんね。そうですよね、まあ、セーフティーって返されるのが当たり前だぐらいの、そうですね、ものを皆さんお持ちなんでしょうね、距離とか角度がね、なんか嫌そうじゃないんですよね、川端プロ。タッチが長いです。なんかというか聞いてるというか。聞いてますよね。ちょっと嫌そうな顔してもらわないと困るよっていうぐらいまっすぐなってますね。次は3番ですか。上の上ですかね。引いちゃうんですか。引いちゃうんですかね。あそこちょっとトラブルがあるんでしょうかね。なんかちょっと分かりづらいんですけど。次は5だったら当てますよね。でしょうね。当てる。そして穴前。完璧。淡々と言ってますよね。普通ですね。普通ですよ。普通です。この人嫌っていう球あるんですかね。あるんですかね。ね。さっきのセブンちょっと嫌そうな顔してくれてましたけど。嫌そうな顔してよっていう感じですよね。はい。プロの方々の球を見てるとこう簡単に見えますよね。球つきが自分もこういうのできるんじゃないかなっていう感じがね。それはできるでしょ、三岡プロ。何言ってるんですか。三岡プロそれはできるでしょ。いやいや、もうこの場面ではね、やっぱりこうなかなかね、普段はできてもっていうことありますよね、やっぱり。三岡プロ本番の方が入れてますよ、見てたら。何をおっしゃってるんですか、そんな謙遜なさって。ゲストプロなんですから、この辺よろしくお願いします。
宮口君は川端プロ票っていうのはどうなんですか。いやもうよく入れる人だなっていう、あそれだけです、ね、かっこいいですよねやっぱりね。かっこいいですね、かっこいいの、うん、ちょっとまたあのさっきね高橋プロも映ってたんですけど雰囲気違いますよね。そうです ね息も荒くっていう雰囲気とはまたではないですけど、スマートに全部いっちゃうみたいな。川端さんと高橋さんはあのアマチュア時代の頃から あの両巨頭みたいな、そういうイメージがあって、そうですね、なんか2人は別格かなみたいな、はいはいはい、感じがありますね。